昔、またずっと昔、とても貧しい若者がいたんだ。この街にね、それがある日お金持ちの一人娘を一目見たと恋したんだ。あとさ、でも娘の気を引く何もない若者が悲しくて、それじゃ魔法を使いになれてならば何でもできると思った。偉い修行をして、やがてやっと魔法使いの弟子になれたってさ。弟子が教わることといえば、ほうきで空を飛ぶことと夢を捕まえること。そこで早速娘の家へ、毎晩自分が主役の夢ばかりせっせと届けた。いつの間にか娘は若者に、知らず知らず恋をした。それで魔法を使いの No, I can't stand.